学縁放送。学縁放送とは、テレビ受像機視聴において、映像が画面の中央部に枠付きで一回り小さく表示される、現象の通称である。この状態は、画角情報、または映像ソースが起因となり発生するものである。地上デジタル放送と地上アナログ放送の移行化時には、それに従って、画面の需要比が16、9の、 ワイドサイズ画面テレビ比率が4、3のスタンダードサイズ画面テレビも移行か時にあった。そのため4、3型テレビでは16、9のワイドテレビで受像することを念頭に置いて放送されている地上デジタル放送番組を視聴する合わせにおいて額縁放送となる番組の放送形態が半数近くに及ぶ状態にあった。またワイドテレビでの地上波デジタル放送視聴でも CM や深夜アニメ、古い映画作品など4、3型テレビでの視聴を念頭にいて制作された映像を中心に、額縁放送の枠部分が、さらに多いスーパー額縁放送を、口実と呼ばれる形態も見られる。この額縁状態になる、表示形式を英語では、ウィンドウボックス、と呼ぶ。この現象は、縦横比、ただし表現は横、縦4、3画面アスペクト比のテレビ、 テレビ受像機、モニターなどの画像表示装置、以下、単にテレビと省略でのみ発生する。デジタル放送においては、16、9のワイド画面サイズでの視聴を前提としている。そのため4、3の映像、旧作のアニメやドラマなどを放送する場合、放送局側は16、9の画面比率に合わせるため映像左右にサイドパネルを付加する。 黒い帯や番組、放送局によっては、黒以外の色や、模様の場合や、番組タイトルや、お知らせなどの映像の場合がある。この映像を、ワイド画面サイズのテレビで視聴する場合は、映像信号の重横比と表示画面の重横比が、一致しているため問題はないが、4、3の標準画面、サイズテレビで視聴する場合、16、9の映像を4。 三の画面に表示させるためチューナー側で映像の上下に黒い帯を追加するこの状態をレターボックスと呼ぶ結果四方に黒い帯が付き額縁が付いたような映像になってしまうこれが額縁放送であるこの問題はデジタル放送におけるハイビジョン映像信号の4三式別信号通常は画角情報と呼ばれ放送信号の映像フォーマットの アスペクト比情報とは別な付加情報を正しく運用することで解できる。しかし地上、BS デジタルテレビジョン放送では運用規定で、画角情報、パンベクトルは運用しないことになっているため、規定の改定と機能実装が必要となる。4.3識別信号の運用や、その運用による影響などの詳細については、画角情報の記事を参照のこと。この現象は、 ワイド画面サイズのテレビと4、3画面サイズのテレビの両方で発生する。映画などの映像ソースはワイド画角であるが、アナログ放送では画面比率4、3が標準であったため、放送局の映像ライブラリーには上下に黒い予備を付加して4、3画面に合わせたもの、レターボックス数多く存在する。これをデジタル放送で放送する場合の二通りの方法がある。 1>, 1、映像信号が4、3の場合、1から1ワイド画面サイズのテレビでは、チューナー側で左右に黒い帯が付加され結果的に、上下左右に黒い帯が入った、額縁状態となり、1から2、4、3画面サイズのテレビでは単に上下のみに、帯が入る、通常のレターボックス放送、ソース映像通りに、表示となる。2、映像信号が16、9の場合は、 放送局での創出前の映像で、すでに額部地が発生している場合、2から1ワイド画面サイズのテレビで、額部地放送、ソース映像通りに、表示になるほか、2から2、4、3画面サイズでは、ハイビジョン映像、画角情報16、9を受信したと認識することで、元の額部地状態の映像にさらにチューナー側が、上下に黒い予備を付加する、いわゆる、 スーパー額縁放送、超額縁放送という表示状態になる。事例としては2003年12月の地上デジタルテレビジョン放送会指示に、総務省からアナログ放送のサイマル放送でも、デジタルハイビジョン放送の割合向上の指示が出たことにより、民放の放送局は当初これへの当面の対応策として、従来の SD 映像の左右に黒枠部分を付け足して16。 9サイズの信号に変換して送るアップコンバート方式を多用した。その影響で4、3サイズのテレビの視聴において動画映像部分の上下左右の周囲指標に黒枠がつく状態となるスーパー学縁放送映画が民放では多く放送されていた詳細日本のデジタルテレビっぱなし問題点課題を参照。これらの映像ソースが原因で発生する 学縁問題の根本的な解決策としては映像ソースから黒帯部が見えなくなり画面全体に表示される程度までズームするようなアップコンバートが考えられる。しかしこれらの映像ソースについてはレターボックス状態の映像として著作物の保護がされているためこの映像から黒帯部分を無断で取り除いて放送する行為は著作者に 無断の映像の加工にあたという解釈がされている。このため著作権上の問題を回避する理由から、ズームを伴ったアップコンバートの方法は、一般的にはあまり積極的に採用されていない。また放送局によりその対応も様々に異なる。上記のほか、制作者の意図により16、9で制作されている作品において4、3の画面に見せるために左右部分を黒帯とした。 映像を4、3テレビで視聴すると画面が額縁状態となる。また4、3で制作されたアニメーション等で演出や上映の都合で画面のアスペクト比をビスタサイズや16、9の画面に見せるために画面の上下を使用しない貧乏ビスタと呼ばれる技法が使われることがある。演出の場合映像ソースが4。 3であるためテレビ放送では超額物放送となる。地上デジタルチューナー、ケーブルテレビ用のセットトップボックスも含むの中には、画角情報のありなしにかかわらず強制的にパンスキャン4、3の画面サイズいっぱいに拡大表示を指定できる脳、NO、を搭載しているものがあり、このような機器ではすべての番組で額物状態を回避可能。 ただし、パンスキャン表示を指定している間は、額縁放送以外の番組、映像もすべてパンスキャン表示になる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。